今回は、母さんのしっぽっぽを紹介します。怖い怒り顔の母さん。ふーっと、母さんの顔が狐に見えました。もしかしたら、母さんはこの狐に食べられてしまったのかも。忙しい母さんとユイとのすれ違いと触れ合いを温かくユーモラスに描きます。後半もらい泣きしてしまった子供心にキュンとなる親への思い。それは。 抱きしめてもらう。ただそれだけ伝わるのだ大福で有名な和菓子店の小学生の少女が主人公をお店が忙しくてかまってもらえないそれどころかいつも叱られてばかりさらにライバル洋菓子店の女子との交流そんな中学校では学習発表会の練習「化けキつの民話」を元にした 白狐ぎつねの恩返し親にこそ読んでほしい一冊平成27年度青少年読書感想文全国コンクール小学校低学年課題図書以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします